皆さんこんにちは、 SKD です。助手の高橋です。早速ですが、前回このゴリラをバラバラにして外装塗装してハーネス引き直したりして、とりあえず走れるとこまで持っていきましたよね。でこのままでも走れるっちゃ走れるんですが、不具合もあったので直すついでにもうちょいカスタムしちゃいましょう。では行く。SKD チャンネル。よっ、なんだこりゃ。どうしたんですか。キーをオフにしてもエンジンが止まらん。このバイクの走り続けたいという熱い思いが伝わってくるな。故障ですよ。というわけで今回はエンジンが止まらない故障の修理とおまけのカスタムを進めていきましょう。では行く。SKD チャンネル。さーて、何が原因なんですかね。どうやって故障箇所を特定するんですか。まずはどんな症状か見てみんとわからんな。キーオフでエンジンが止まらない原因2と実中ハックで電気系でしょう。アイドリングも安定してるし、おそらくキーオフでカットされるはずの電気が流れっぱなしになってるんでしょう。とりあえずウインカーつけながらキーをオフにしてみます。ここでキーオフ。ウインカーは消えましたが、ヘッドライトがついたままですよ。ヘッドライトも壊れてしまってるんですか。いいや、これでいいの。どういうことです。端折って説明するけど、このゴリラくんはバッテリーからの直流電源で光るライトとエンジンからの交流電源で光るライトがあって、このヘッドライトは交流で光る。つまりはウインカーはキーオフでバッテリーからの電気がカットされると消えるけど、ヘッドライトはキーのオンオフ関係なくエンジンが動いてフライホイールが回ってる限り自らの意思と関係なく光っちゃうんですわ。キーオフでもキックを蹴ればヘッドライトがぼやっと光るみたいな感じですか。そうそう、ヘッドライトに関してはそれの高橋名人ぐらいの連射でキックを蹴り続けてるような状態だと思えばいい。それでは原因の特定に取り掛かりましょう。あんま好きな作業じゃないから気が進まんな。鍵なくてもエンジンかかるし、こっちのが便利じゃね。防犯性に難がありすぎるでしょう。それもそうだな。じゃあやっていきますか。というわけで邪魔な外装取っ払ってきました。でこのバイクはキーオンでキックした時に CDI が点火タイミング拾ってイグニクションコイルからプラグに電気が流れて、パチッと飛んだ火花がキャブからやってきた混合機に引火してエンジンがかかるって感じなんですわ。ざっくり説明ですね。バイクによって点火方式も違うし、このバイクに関してはとりあえずエンジンのかかる、止まるにこの辺りが関係してくるぐらいに思ってくれればいいかな。でまずはキーシリンダーから疑っていきましょうか。ここが怪しいよな。そんじゃキーシリンダーの配線が入ってるヘッドライトから開けていきましょう。ここを外すと中にはあまり見たくない光景が広がっています。配線がぎっちりですね。キー配線は痛いか、こいつですね。三極カプラと赤い線のギボシが一つ、計四本の配線がキー配線ですね。そんじゃテスター当てていきましょう。これで何を調べるんですか。おう、キーシリンダーの導通の確認だ。キーシリンダーつっても要はオンオフスイッチみたいなもんだから説明は省くけど、この機械が P となれば問題ないぐらいに思ってくれればいい。そんじゃやってみましょうか。ここでキーを動かす。なりましたね。じゃあこれで正常。同じ要領でオンオフ両方確認しましたが、キーシリンダーは正常みたいですね。一応ストックしてる純正新品のキーシリンダーでも試してみましたが、同じように作動してるんでキーシリンダーくんは白ですな。うむ、接点不良の可能性もあるし、今のカプラの抜き差しで直ってたりしねえかな。キーオフ状態でプラグに火が飛んでるかも一回見てみます。明るくてわかりづらいですね。しゃあねえ、伝わりやすいようにあれやるか。ちょっとビビるのやめてもらえます。飛んでます。 SKD チャンネル。さあ感電ノルマも達成したところで、次に怪しいところに迫っていきます。キーシリンダーの次に怪しい部分はこいつ、 CDI です。こいつがイグニッションコイルに電気を送って、その先のプラグからカチッと火花が飛ぶんですが、やはり CDI が原因なんでしょうか。うん、どうだろう。 CDI が壊れるとエンジンがかからなくなる印象なんですけどね。
とりあえず CDI 君もまだ白か黒かわからないですし、まずは配線から疑いましょう。キーオフの時に赤い棒を指してる線はアースに落ちてるから、黒い棒をフレームに当ててキーとなったら問題なしですね。問題なしですね。はい、じゃあ配線君はもう行っていいよ。気をつけてね。当てが外れた時のおまわりさんみたいなこと言うな。ってことは原因はやっぱ CDI っぽいな。ってことで新しい CDI が届きました。振動で壊れたりするので、スポンジを貼り付けて防振対策もしておきました。前の CDI もスポンジ貼り付けてたんですが、今回は倍ぐらいの量を貼っときました。それでは新しい CDI を装着してちゃんとエンジンが止まるのか確認してみましょう。マフラーをつけろ、マフラーを。早く切って。やった、無事エンジンが止まりました。修理完了ですね。あとはまた壊れないように CDI を防振対策して固定。配線類も戻して終了ですね。うん、ちょっと物足りないですね。まだ何かするんですか。せっかくだしやれるときにいろいろやっとく。こっからバリバリやっていきますよ。まずは点火回り。ウオタに SP2 とイリジウムプラグを投入します。えらく奮発しましたね。ゴリラに関しては手放す気がないバイクだから、良いもんつけといた方が良い。マフラーやキャブとの兼ね合いを見たいので、とりあえず固定できそうなとこに取り付け。現状だと1点止めなので、良さそうなステーを探しときましょう。取り付け完了したけど、どうにもアックマフラーだと干渉しそうだな。どうしましょう。あれ使うか。指パッチンが下手。引き手でやり直す。おお、吉村チタンだ。効果音でズルしてたぞ。高いから飾っときたかったんですが、気分が乗ってきたのでつけちゃおう。このマフラーそんなに珍しいんですか。おう、この品曲がったサイレンサーの吉村感ってのがミソで、バナナみたいに反ってるから吉村バナナなんて呼ばれてたりしますね。じゃこれも取り付けたらしっかり脱脂。チタンなので手の油がついたまま熱が入ると焼け色が変になるので、綺麗にしておきましょう。はい、オーケー。あとは外装を戻しておしまい。ぐいぐい進めていきましょう。カメラワークが悪すぎる。参ったな。前回は大丈夫だったんですが、イグニッションコイルの変更で回転パルスがバグったみたいです。アウターローターとイグニッションコイルの2つが悪さしてる可能性があって判断できませんね。定位電池信号なんてもんに頼るからこうなる。つうわけで回転数はアナログに取る。ボルトを100ボルトに取っ替えて。あとはもったいなくて使ってなかった竹皮のアナログタコ取り出し口を装着。なるほど、カムシャフトからギアとワイヤーで回転数を取り出せば電気信号のノイズは関係ありませんね。あとは対応したギア比の機械式タコメーターを取り付けてやれば。できた。よっしゃ、準備完了。前回まで骨組みだったにしてはちゃんとオートバイしてますね。
よし、そんじゃ人のいないとこに持ってきたんでエンジンかけてみましょうか。タコメーターもちゃんと動いてくれてますね。よかったよかった。そんじゃ早速走らせてみましょう。いかがでしたか？いや、良かったです。特にこのエンジンが切れるようになったこととか。それは当たり前のことですね。マフラーやイグニッションコイルとかも変えたじゃないですか。うん、マフラーはやっと良い気がしますね。トルク感と高回転がどっちも体感として良くなりました。イグニッションコイルとイリジウムプラグはどうなんだろう。分かりやすくパワーアップってのは体感としては薄いですが、エンジンの指導性に関しては抜群に良くなりましたね。キック一発でかかりますし、アイドリングの落ち着きも良くなったと思います。良かったじゃないですか。それでは今回のゴリラの仕様変更に関してはこれで一件落着ということで。ここまでやったらキャブも変えたいな。まだやるんですか？もうちょいだけやる。というわけで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。もうちょっとだけゴリライジリが続くようです。